どうも、ありがとうございます。新学年が始まって1週間2週間が経ちました。徐々にね、新しい生活リズムにも慣れてくる頃かなと思うんですが、今メールだったりとか Google フォームで相談ね、こういただいていて、それを読んでる中で多いなって感じる。まあ毎年この時期は多いんですけども、すごく感じているのが、その新生活になって、まあちょっと自分も気持ちとしてなんか変われるような気がするじゃないですか。いや、変われるんですよ、実際。ですけど、やっぱりダメですと。うまく時間を使えなかったりとか、ダラダラしてしまったりとか、周りは頑張ってるのに自分は頑張れてないとか、もう自分はダメなやつっていうレッテルをもう貼りかけてる人がいっぱいいると思うんですよね。で、そんな方に向けて、ちょっと待てというのを今回話していきます。改めましてどうも、あいちです。今週もね、週間お互い頑張っていきましょう。では冒頭に話したレッテルの話なんですが、まあ自分がね、もともと中学の時がそんな感じでした。時間の使い方とか勉強に関してもそうなんですけど、ちょっと話それますけど、結構学年というかね、もう周りにこう陰口を結構ね、言われてる人間だったので、その自分が太ってる自分が悪いとか、そのコミュニケーション能力が低くて、周りと話せない自分が悪い、クラスに馴染めない自分が悪いっていう、自分が悪い、自分が悪い、自分が悪いっていうレッテルを貼って生きてたんですよね。てかまあそれが自己防衛だったんですよ。そう考えるしかなかったから、だからちょっと今ね、そういう風な考え方の方、境遇の方もいると思うので、すごく嫌な言い方をするとそれしかないんですよね。でそれをやることが一番楽だったんですよ、俺にとっては。でも今振り返った時に、やっぱ自分もね、塾講師やってる時とかさ、今もそうだけど、いろんなこのね、子供たちの話を聞いていく中で、それってそれしかないんだよ。それしかないからそうなっちゃうんだけど、不幸せなんだよ、しんどいから、めちゃくちゃ。そうだから、まあ、今回は勉強の話をメインに話していくんですが、やっぱりそうはさしたくない。もうレッテルをもう貼っちゃって、でも貼っちゃってる方はもうこの動画見ないし、うっせらどうせなんかここと言われるんだろうって思って、多分再生しないと思うから、でも見に来てくれた時点で多分貼りかけてる方なんだよね、どっちかというと。だからそこは止めたい。で、止めるというか、まあ、こういう考え方もあるよねってまず思ってほしいのね。で、新しい学年になって時間の使い方がうまくいってない方、特に新しく高校に入った方は一番起こることだと思うんだけど、まあ科目も増えたりさ、その勉強の進路も早くなったりとかするから間に合わないんだよね。例えば予習やってこいって言われることも増えるから、高校になると。で、復習したい、予習したいとか、あの勉強したいってなるんだけど、全然終わらないみたいな。で、それは自分の時間の使い方がまず悪い。だからもうダラダラしちゃってるとかもあるかもしれないけどね。でもまず考えてほしいのが、その時間の使い方がうまくないとか、根本的に自分の心が強くないとかっていう曖昧なものでレッテルを貼っちゃうと、それってすごくもったいないのね。で、一回確認してほしいのが、みんなその高校とかでさ、まあ、電車通学の方もいるじゃん。ちょっと時間かかる方もいるでしょ。みんなさ、例えば自分が今一日のスケジュール大体慣れてきたと思うから、自由に使える時間ってどれくらいある？実際に自由に使える時間、それ把握してごらん。で、意外とないぞ、きっと。中学の時とかと比べると。で、中学に新しく入った方も小学校に比べたら絶対ないから、部活とかもあるから。だから自分が自由に使える時間ってどれくらいなのかなってことをまず把握する。で、把握した上で、じゃあ自分が毎日どのぐらいの時間、まあ本当は量で設定してほしいんだけど、まあ多分ね、イメージしにくいから時間でいくわ。どのぐらいの時間頑張れたら褒められる、自分のこと。ああ、これなら私頑張れてんなって。これなら俺頑張ってるって自分で言えるなって思うのはどれくらいだい？それまずイメージしよう。だからそれをまずはっきりさせる。あ、目標の部分だよね。でもきっとね、きっと今じゃあ全然頑張れてない。まあ、0分にしちゃおうか。0分だとしよう。勉強をね、全然頑張れてないと思ってる方が、じゃあ自分が褒められるんでどれくらいかなって、結構差があること言うと思うよ。3時間とか。毎日3時間できれば、ちょっと頑張ってるって思えるかなみたいな。でもさ、0分だった人が毎日3時間ってきつくない？これ多分自分みんなが部活頑張ってるとか、まあ、他のね、芸術的なのなんか学問とかわかんないけど、それ頑張ってることに置き換えるといいと思うんだけど、みんなさ、頑張れること、まあ、部活とか運動とか今すでに頑張れてることって、そのそれなりの時間頑張れると思うんよ。2時間とか3時間でも。でもさ、友達がさ、全然ね、運動したことない方が今から毎日バスケ3時間やるんだと言ってもさ、ちょっとさ待ちなよって思わん？だって段階踏まなきゃじゃん、そこは。だから今0分って思ってる方はまず30分、もっと15分とかでいい。15分本気で集中できるっていう経験をしてから30 1時間、1時間半、2時間で階段を登ってって、スモールステップでね、ちっちゃいステップを登ってって3時間にたどり着かなきゃ。だからここ3時間だけを見てると、
30分頑張ってる自分も頑張ってないになるでしょ。違うんだって。0分だった人、全然うまくいかなかった人が30分でも集中できたらすげえ頑張れてんの。それでもね、きっと学校で指定された量は終わらないかもしれない。でも違うんだよ。まずはだって学校で指定された量とかっていうのは周りが決めた目標なんだから、もちろんそこに早く合わせたいよ、合わせたいけども、みんなは徐々にレベルが上がっていくの。これみんなそう、いきなりは変わらない。みんな今日寝て明日起きたら生まれ変わってることはないんだよ。同じ自分なんだから。でも少しずつは変われる。それは変われると信じた人なら。信じないと変われないんだ。だからレッテルを貼っちゃって無理だと思ったら変われなくなっちゃう。同じ努力をしても。だから今ね、この1週間2週間経ってみて全然うまくいかないと思った方、まずちょっとやっていこう。少しずつから。で、できれば学校ある日は、その日家ね、家帰ってからやること、これやろう。まあ学校から指定されたものだったらそれでもいいけど、これをやろうっていうのを学校で決めといて。学校で決めるの。家帰っていろいろ終わって勉強しようと思って決めるんじゃない。学校で決めてくる。で、その決めたものを家帰ったらやる。まずそっから行く。で、それが徐々に徐々に量を増やしていけばいいんだから。いいかい？いきなり高い高望みはしない。ちっちゃい階段を登っていくの。そうやってやっていこう。で、自分ごとになるけど、今日から、夜の8時からの自習室が復活します。8時から9時。ちょっとね、仕事の関係でできない日もあると思うんだけど、まず今日はやるから。で、本当は今までは10時、11時だったからさ、早い時間になっちゃって参加できないよって方もいるかもしれない。そこはごめん。ちょっと俺のね、体調の関係とかで、ちょっと夜遅いのからあまりとできなくなっちゃったから、だから8時、9時の時間になっちゃうんだけど、そこの1時間だけでも、まず参加してごらん。一緒に頑張ろうぜ。で、頑張ってって、少しずつ少しずつ自分のレベルを上げていく。それが1ヶ月続けられたら、めっちゃ変わるから。今の自分覚えておいて。今の自分の気持ちとかなんか紙に書いておきな。自分に対するダメ出しを。1ヶ月後それ見てみ。変わったなって。あの時こんなんだったのに変われるんだって思えるから。いいかい？ 1 ヶ月後の自分、変われた自分を信じて、こっから頑張っていこう。人は変われるから。大丈夫だから。ね。っていう感じで、ちょっと暑苦しくなりましたが、今週もここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週月曜日に何か喋っていきますので、ぜひそちらも見てもらえたらと思います。ではね、今週1週間、そして今日からまたね、お互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。頑張ろうね。